もよろしくお願いいたします。よしきさかんからゲームでブログ忍者対戦で知ってるのコーナーでございます。私よしきさかんから店長中石ますみでございますけれど、さあ今月は忙しかったですね。本当に忙しかったです。何でしょうね、まあ本業ね、そんな大して僕もねくすぶってる系なんで、まああんまりねまだまだなんですけれど、まあたまにこうドソってね、ドソって忙しくなるんですけど、まあびっくりしましたね。今月はあんまり休みなかった。なんかあっちゃんが久しぶりに本業してるなーってなって、まあ忙しかったですけれど、もうちょっとしたらね落ち着くんで、まあねこれから暑くなる前で、もっと暑くなる前で落ち着いてよかったなーってのは正直思ってますねっていう感じなんですけど、さアップデートね、楽しんでますでしょうか。夏祭りはね、僕はもうあの、金を、もう、むしり取って、で、次は霊魂石を死ぬほどむしり取ってるんですけど、まあ、何も出ないですね。まあ、出ないですね。鎧出たくらい。鎧出たくらい。で、門はね、もうほとんど集まったんですけど、やっぱ青が出ないですね。なんか、まあ、多分ね、青いやつのね、スキルが、確かビシュヌンのね、上位互換みたいなやつなんで、まあ、確実にいるんやろなってのは分かってるんですけど、まあ、いまいちちょっとね、まだマジ忙しくて、おすすめ装備みたいなのが、まあ、調べきれてはないんですけど、多分いるんやろなとは思うんですけど、まあ、出ないんで、調べてないですね。佐藤外郭任務やってよ。あれやじゃあ危ない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 死ぬかと思った。よいしょ。はい、ごめん言って、はいっていう感じですね。で次なんですけれど、なんかね皆さんこのねこの辺がちゃんとマスターしなかったから新しいの出ないわって言ってご意見もありましたけれど、まあねその後も大変です。もう皆さんももしかしてマスターしてるかもしれないんですけど、僕は、煉獄がプラス6まで来ましたけれど、ご覧ください。もう経験値がね、アホみたいなことやってますね。必要なお金、初めなんかね、なんかレベル1とか2とかやったらね、あばあばどうしようお金急いで集めなあかんなとかって焦ってましたけど、最終的に経験値のがバカクソに、ね、もう、必要になっちゃって、もう、全然、これやったらお金貯め、でも言えば、もうちょっとギリギリになってお金貯めようみたいな、これ、みんなくらい余裕。まあね、なんか特性上ね、経験値集めやすいにしたってめちゃめちゃやなって。また、あと強いしね。まあなんか、なんやろ、新しい技術としては、まあ、なんやろ、納得の性能と経験値なんじゃないかなと思います。もうだってもう、あれですもん、朝起きたら、しまこっつって。もうボコボコにして、昼になったら、まだしまこうっつって、またボコボコにして、また夜ご飯食べるくらいになったら、またしまこうっつって、またボコボコにして、で夜ご飯になったら、もう、全然もう、風呂くらいになったら、またボコボコにして、みたいな。でも全然こんなもんすからね。いや、なんかね、もうちょっとね、語符を強化したくて、ちょっと躍起になってて、この宝石を、こっち、銀の方に使い倒してたんですよね。それをせえへんで、ちゃんと、こう、こっちの方で回しといてっていう、とかせずに、まあ、こっちで回すべきやったんですけど、霊魂石で。やったらもう銀の方を、だから、語符を作らない方向に進めて、もう、宝石を山ほど貯めといたら、むちゃめちゃ良かったんやなっていうのは、後になって後悔してますね。で、一応僕が一応周回進めてるのは洞窟の2の試練でやらせてもらってます。で、一応もう新しい忍術はガンガン上げてますね。ね、もうこれ雷撃もめちゃめちゃ大変やな。で、意外にこの無限地獄が結構レベル8まで上がったらむちゃめちゃ使い勝手いいんちゃうかなっていうのがあるんで、ちょっとね、最近やっとこうつけて周回できるようになったんで、つけてやってます。途中まではここは八門開放で回してたんですけれど、なんかギリギリ倒せるようになったんで、これつけてやってます。まあこれはまだなんかね、わかりやすいですよね。まだ経験値、必要な経験値かね。って感じですかね。っていうところで、まあ今のところこんな感じで、まあ一応僕は洞窟にで周回して、今のところ門とかもう全然手に入らないです。もうだから何でしょうね。なんかね、あとなんか、みんな霊魂石もそうですけど、貯めれるものは貯めといた方がいい。無駄遣いせん方がいい。思い切ってなんかこう、
変な使い方せんようにしよう。宝石もなんかいるかもっつって貯めといた方がええっていうのがもう皆様に伝えれるもう最大の助言ですかね。もう変に無駄遣いしないっていう、なんかもうそれだけ今日はそれだけ、ほんまにそれだけ。いやでもほんまになんかなんでしょうねこれ、もうほんま100発芝居てもレベル上がらへんしね、200発くらい芝居てやっとレベル上がるかなぐらいですもんね。ちょっとすげえよなこれ今回。まあでもねこれ上げて一気に洞窟も進めていきたいですけど、ちょっとあえて進めないでこうわざと貯めてます。ほんまいけるんかもしれんけど、あえて置いてますっていう感じですかね。忍者大戦でね、動画でブログでゲームでブログでしたけれど忍者大戦でした。まあ里の方もね順調に動いてますんで、まあ、今回は募集とかは特にないです。皆さんもね、ぜひもりもりと周回させて、寝てる間ももりもりと周回させて、どんどん稼いでいきましょうという感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、Twitter フォローなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。